みんな聞いて。準備完了よ。始めるわ。ランバート、器具を用意して。エスケルは、ここからは指示を出すのはわしのはずだ。お前ではない。取り決めをしたはずよ。私のやり方で解決策を探すと。わしは手伝うと言った。それだけだ。ウーマをお前がどうしたいのかまだ聞いてない。安全な方法じゃないんだろ。だからこそ、まずはもう一つの害を及ぼす可能性が低い方法を試すべきだ。その方法とは？民間伝承によるものだ。使ったことがある。例えば1211年にポビスの白鳥の呪いを解くためにウーマを山に連れて行くことにする。それから一緒に月に向かって吠えるの？少しは敬意を払え。ゲラルトじゃないんだぞ。いや、吠えはしない。墓石の上に彼を横たえ、真夜中に毒人参のお茶を飲ませる。それを手に入れるには、いや、説明する必要はあるまい。いいかしら。言いたいことは分かってる。だがお前の許可はいらん。夜明けには戻る。ウーマと、いや、彼の中に潜む別の誰かとな。ベスミルも難しいご老人になったな。あれぐらいなんでもない。去年の冬、ランバートがケイアモルヘンを出ていこうと提案した時はもっとすごかった。この廃墟がなんだ。カビだらけの壁、雨漏りする屋根、冬はクソ寒い。ベセミルは何も言わなかった。立ち上がり剣をつかみ、出ていく時に扉を閉めて、一月も帰らなかった。まあ、暇になったわけだ。どうする？ベセミルは塔の梁の交換が必要だと話してた。それを片付けるか、それか一杯飲んでもいい。針よりはずっと良さそうだ。一杯ぐらい構わん。二杯でもな。仕方ない、多数決だ。行くか。お好きなように。でも少し後でね。ゲラルトに話があるの。おお、怖い。行くぞランバート。後でな、ゲラルト。よし、今度は俺が何をした？ただ呼び止めたかったの。何をするか他のみんなに悟られずに。それで何をするんだ？こっそり上で愛し合うの。ほう、ずいぶん積極的だな。もう恥じらう年でもないでしょ。優しく頼んでくれたら別だけど。どうする？飲むのは後でもいいでしょ。1時間か2時間後に。3時間だ。そう来なくっちゃ。熱い恋人たちのお出ましだ。楽しんだか？答えはさっき十分聞こえただろう。それに
俺たちには関係ない。ああ、ユネバー、グラスがないんだ。ジョッキでいいか。今夜は何だって酔えそうよ。機嫌が悪いまま酔っ払う代わりに近況報告でもしない？ランバートはどうしていた？カラディンを探している間に面白い仕事でもあったか？ああ、ランエクステルで依頼があった。なかなかの稼ぎになった。ああ、コビリは金儲けに最適だ。ドラウナー一匹にいくら払うか知ってるか？今は俺の話だ。そこである巨人が面倒を起こしてたんだ。輸送隊を襲ったり、人を沼に引きずり込んだり。道端で用を足して恐ろしく滑りやすくしたりね。十分引っ張ったでしょ、要点に入って。分かったよ。結局それは巨人じゃなく、ただの太ったトロールだった。輸送隊を襲ってたのは盗賊の一味だ。それでどうした？盗賊は始末した。トロールもな、首を差し出す契約だった。相変わらずだな。ランバートの実利主義を論じ、トロールへの博愛を説いて、しかも貧困に陥らない立場を取れる人はそうすればいいのよ。同じ見解だと思ってたよ。エスケル、どこを旅してたんだ？アルデルスベルグだ。吸血鬼退治にな。なかなかに危険な奴らだ。しかも好みがうるさい。俺の獲物は上流階級の若い女だけを狙ってやがった。気が合いそうだ。あなたの趣味には興味ないわ、ランバート。でもあなたがどうやって吸血鬼を倒したのか聞きたいわね。依頼人は町の名士を集めて仮面舞踏会を開いた。吸血鬼をおびき出すためにな。俺も変装してそこにいた。教えてやろう。あの夜ほど女とうまくいったことはなかった。仕事と恋愛を同時に、下着を下ろしたところを吸血鬼に見つかるかもしれんぞ。そうだな。だが俺の立場では掴めるチャンスは全て掴まなくてはならん。常に仮面をつけてたらどうだ？お前は猿ぐつわをつけるんだな。吸血鬼はどうした？若い女の錬金術師と話をつけた。その女はフィスティックやらウォッカやらでかなり酩酊していたがな。庭に出た女を吸血鬼が見つけ、たっぷり血を飲んだ。その後ボコボコにしてやった。現代向けのおとぎ話ね。錬金術師は助かったのか？ああ、血は失ったが、二日酔いの方がひどかった。一月ほどピクルスの汁しか飲めなかったよ。俺の方は波乱万丈の人生さ。政治、ドラゴン、陰謀、それにイエネファーだ。羨ましい限りだ。代わりにウーマの話をしてくれるか？長い話だ。シリの足取りを追って、ベレン、スケリッジ、ノビグラドへ行き、ダンデリオンに手を貸して。あいつまた誰かと寝てるところを見つかったのか？なるほどな。共通の知人でノビグラドといえば、トリスは元気か？トリスはどうにかやってる。ソドンで負った傷の跡は残ってるか？ランバート、笑えないぞ。わかった、なら真面目な話題に切り替えよう。イエヴァ、ウーマをどうするつもりだ？明日話すって言ったでしょ。じゃあ今話せ、真夜中は過ぎたぞ。草の試練を受けさせるの。ただ試練の…イカれちまったのか！おい、ウーマをウィッチャーにする気か？もちろん違うわ。言おうとしてたのは試練の前半だけを行うってこと。なぜなら…あいつが苦しむのを見たいからか？血を挟まないで、出ないとあなたが苦しむわよ。ウーマを元の姿に戻すには、まず、どう説明しようかしら。粘土を想像して。形を作るには、まず湿らせないと崩れてしまう。試練の序盤で肉体を変化に向けて準備させるでしょ。そうして初めて、変誘発剤によってウィッチャーが生み出される。ウーマが生き残れる可能性は高くはないわ。でも他に方法がない。ベゼミルが毒人参でうまくやれれば別だな。わからんぞ、ご老人は専門家だ。試練は数年ぶりか数十年ぶりになる。慎重になると思ったわ。慎重？そんな次元の話じゃない。あれは禁忌だ。そしてそうあり続けるべきなんだ。私がウィッチャーの大量生産を提案するわけないでしょう。
そういうことじゃない。これまではそれを口実に見習いを取らずに済んだんだ。本気で話し合う必要がありそうだな。あとにしよう。誰かもう一杯飲むか。ああ、俺が。だがもうつまみがない。ゲラルト、厨房を漁ってくれるか。了解した。みんな、一緒に飲めて楽しかったわ。特にランバート。でも失礼するわね。あまり夜更かししないで、明日は大事な日よ。